はい、皆さんこんばんは。今日はね、先ほど0時から始まりました新しいガチャ、にね、なんかちょっといい感じの、もしかしたらね、私のお気に入りになるかもしれないキャラが登場してるってことなんで、まだねネタバレ防止でね、私キャラの造形も声も一切ね見てない、聞いてない状態なんですね。で、皆さんとねその瞬間をね、もしかしたら神キャラがね降臨するかもしれません。でね、一応ね動画の題名にもなっているかもしれませんがね、私今この画面見ていただければ分かる通り、割とねジェムが使い道がまあないっていうかね、今後お気に入りキャラが出た時に速やかに取りたいのでね、安易にはね使わないようにひたすらねために貯めて、今4000ジェムなんでね、まあ日本円換算で4万円以上のゲーム内通貨を持っているという状態なんですけど、もしかしたらねこのキャラやばいでしょっていう風になったらね、今もうガチャするかもしれないんでね、ちょっとじゃあ行ってみましょう。ピン。残念なオチとしては、全然この間の星6の魔法使いじゃないけど、ユエリアのお姉さんっていうかね、声優さんが同じで、これはちょっと取るしかないだろうと思って気合い入れてたら、全然なんか私のお気に入りキャラと違うキャラで、お姉さんキャラだったんでね、これ違うでしょっていう肩透かしみたいなのがこの間あったんだけどね、ちょっとそれと同じパターンになると動画的には絵にならないんだが、で逆にね、あ、これあれだ、ガチャが2つあんのか、ややこしいな、これどうすればいいの。あ、とりあえず無料をやればいいんですよね。じゃあキャラが、私の関心事はとりあえずキャラなんで、はい、キャラどんなキャラかな。ご覧スイラン、ただいま参上って、また目立ちすぎちゃったでござる。どうかなこれ。ちょっともう一回。ご覧、スイラン、ただいま参上。スクロールするのもめんどくさい。また目立ちすぎちゃったでござる。まあ、元気、ちょっとポンコツ系。どうでしょう私の判定、元気ポンコツ系キャラ違うのかな。まあ、悪くはないですね。ご覧、スイラン、ただいま参上。また目立ちすぎちゃったでござる。悪くはないし、なんでしょうね、その純粋な可愛いっていう基準で言えば、まあ、波振るくらいかなって正直思うんだけど、ただ星6がいきなりドーンって取れちゃうっていうのはね、そこは戦うって意味では有利ですよね、星6はね。うん、どうなんでしょう、4000ジェム使うに値するんだろうか。でもこれ使わないままゲームが終了するっていう選択肢も今後ないわけではないしね、私がこのゲームをいつまでやるかっていうのも分からないところは正直あるんでね、どうなんだろうこれ悩むね。でも4000ジェム貯めるのめちゃくちゃ大変ですからね、これね。ちょっと確率見てみる、割と取れるはずなんだ。あ、全然取れねえじゃん、全然取れねえじゃん、これ全然足りねえじゃん。全然足りねえじゃん。あ、無理だこれ、無理だこれ、もうあれだ、鬼課金の人以外取っちゃダメなやつじゃん。だって10、あ、でもあれか、確率が違う。まあとりあえず回しましょうか、声聞いたし。はい、出たら神だけど出ない、ポチッとな。で、あとはジェム使って回すかどうかなんだけれども、ちょっと後で確率見てみましょう。まあ出ないよね、これで出たらね、レベル5はね苦労しない、てかあれか、プレイヤーが苦労しない。こんなんでホイホイ出ちゃったらね、レベル5さんはね、おまんま食い上げ状態ですからね。ビジネス。スイラン、ただここまでは想定の範囲で、あとは、スイランちゃんが取るに値するかで、ああ、なにこれ、おまけ確定まであと10回なんで、なんか仕組みがややこしいっすよね。ほら、スイラン、ただいま参上。間違ってもね、また目立ちすぎちゃったでございます。0.7% だったら絶対、0.1%? いや無理だわ。ちょっと待ってよ、これ11連でしょ。うん、11連で、いやそりゃそうだよね、星6そんな甘くないよね。ちょっと今パーッと計算しますよ、11連ガチャでこの人が出るかぐらい。でもこれ確率おかしくない、これゴッドレア 0.1 の、ん？ゴッドレア 0.1 って上に書いて、ああ、切り捨てか。理解。はい。0.15 だよね、だから。で、11回回すと、ざっくり、まあ 2% 弱ですね。はい。ってことは、400ジェムで、400ジェムで合ってるよね。
400ジェムで 2%、 ちょっと今計算します。そうですね、400ジェムでご覧、スイラン、ま、ただいま参上。400ジェムで 2% なので、私は4000ジェム持ってるんで 20% ってことは、まあジェムを全段投下して出る可能性は 5分の1ってことだから、まあ出ないですね、普通はね、うん。さてどうしたものか、ご覧、あっちも見てみようか。ただいま参上。 0.15 だ。また目立ちすぎちゃったでござる。武器も同じぐらいかな、星6ですからね、なんといってもね。これも一応見てみよう。ちょっとね、今回のガチャの紹介動画みたいになっちゃった。このキャラがなんかちのちゃんクラスの神キャラだったらワンチャンあったんだけどな。あれ、あ、これがミックスなのか、なるほど。じゃあこの、王国兵士のなんたらかんたらっていうこの剣を取ろうと思うと、とてつもない確率だね、これね。ん、そうでもないのか。あ、なんだこれ、確率がよくわかんないな。 0.3 の 0.3。 あれ、ちょっと私頭混乱しておりますけど、どうなってるんでしょうか。 0.3。 ごらん、スイラン、ただいま参上。こっちだと、また目立ちすぎちゃったでござる。こっちだと 0.1 で、なんであっちが 0.3 なのかよくわかんないんだけど分かる人いますか、これ。あっちの方が得じゃんね、明らかに。意味わかんないんですけど。でこっちだとマスターレア入れると 5.1%、 なんかそういうあれがあるのかな。なんかややこしくてわかんない。ご覧、スイラン、ただいま参上。これに特化、また目立ちすぎちゃったでござる。特化してるってわけでもないよね、こっちの方が得ですよね、明らかに。てかこれやらない手はないよね。 0.3% でこっちだと、今改めて計算しますと、11連で取れる確率は、まあ、キャラに関してですけど、おおよそ 4% ですね。うん。で、10回回すと 40% なんで、それだと、まあ、2.5 回に1回だから、まだ可能性はなくはないんだけど、ただまあ、2.5 回に1回なんで甘くはないですよね、やっぱね。うん。まあ、ちょっと今回の動画は、だからこのガチャをやるかどうかは、ちょっと保留ってことで、とりあえずね、今回の動画のテーマはね、今回のガチャで新たに登場したこのスイランっていうのはどういうキャラなのかっていうのをね、見てね、もしかしたらうわやばい可愛いってなるかもしれなかったんで、私としてはね、その瞬間をちょっと動画に撮りたいなっていうのが今回の趣旨だったんで、ね、そこはまあ抑えられたんで、今回はこれで締めますか。うん、ちょっと確率がやっぱね、私の持ちジムだとね、仮に全段投下しても厳しいってことが判明したんで、あとね、今回のキャラがどの程度ね、その私にとって魅力的かってことも含めますとね、今回はまあ基本ね、即断はしないと、ちょっと様子見ということで、ではまた1月5日にお会いしましょう。それではまた、ライブはまだ続きます。